動物園、動物園とは、生きた動物を飼育、研究し、一般に公開する施設。一般に、陸上の動物を中心として扱うものを指す。水中の動物を中心として扱うものは特に、水族館とされ、動物園の特殊な形態として、サファリパークや、移動動物園、鳥類園、熊牧場などがある。一方で、 動物にとって狭く、ストレスになったり飼育員の取り扱いが不適切で、あったりするという指摘がある。初期の動物園は、主に王公が所有し政治的に就校関係を結ぶ、あるいは影響下に置いたり、植民地として支配した国、地域から珍しい動物を集めてきた私的な施設であり、メソポタミアや地中海世界、中国、インドアステカなど世界各地で多元発生的に作られた。 一般公開された動物園として最も早いのはフランス革命の後に公開されたパリ動物園メナジェリーである。しかしメナジェリーの施設や展示方式はオーストリアウィームのシェーンブン宮殿脇に建てられたシェーンブルン動物園を真似たものであり、そちらも期間限定的ながらパリよりも先に一般開放された事実があることから、 シェーンブルーンを世界最古の動物園とする意見ある。近代の動物園は単なる見せ物ではなく、教育、研究施設としての役割を強く持つべきであると考えられている。つまり、生きた動物を生きたまま収蔵する、博物館としての性格が強い。最初の科学的動物園であるイギリスのロンドン動物園は1828年に、 ロンドン動物学会の研究資料収集施設として創設されたが、その研究費用調達の法都として、同年に一般公開された。動物園は、英語では動物学的庭園というが、これを縮めてと呼ぶこともロンドン動物園から始まった。1907年、動物賞であったドイツのカール・ハーゲンベックがハンブルクに動物を野生のままに展示するような動物園を作った。 檻の中に閉じ込めるのではなく、野生の生態のままに観察できるやり方を、ハーゲンベック方式、無作っ放し、様式展示ともという。ハーゲンベックが作った、動物園がドイツ語でといったことから、動物園で英語の正式表記にを採用している、ところもいくつかある。主に、陸上に生息する、比較的大型の哺乳類や鳥類といった動物が、多い。そのによっては、 昆虫館や水族館などを併設して、昆虫類や水生動物、爬虫類、魚類、両生類などを展示している場合がある。比較的身近にあるものとしては、子供動物園として低年齢の子供を対象に、鶏やアヒル、ウサギ、ヤギ、羊などの家畜を放し飼いにして動物に触れることのできる小型の施設が多存在し、 大型の施設でも同様のコーナーを持つ園もある。また、熊牧場や北狐牧場のように単一の人気動物を扱った展示施設もある。イギリスでは1828年にロンドン動物園が開設され、動物を可能な限り自然に近い状態で展示することをコンセプトとしている。アメリカでは1865年にセントラルパークの一角に 動物園が開設されてはいたが、1874年にできたフィラデルフィア動物園がアメリカ最初の動物園と称されている。法令上は、博物館、場合によっては動物愛護管理法上、第一種動物取扱業の一種とされる。日本では、完成年間にクジャクジャヤやシカジャヤなど珍しい動物を飼育している施設が、 あったが、主に茶台を利益とする、店の宣伝目的であり、動物の収集を目的とするものではなかった。日本最初の動物園は1882年に、上野恩賜公園内に、現在の東京国立博物館が移転開設され、天山部付属施設として、恩師上野動物園の前身が作られたのが、始まりと言われている。これより以前に、福沢諭吉が、 著書,書の西洋事情、初編、1866年、慶応2年の中で、動物園には行きながら、金獣魚虫を養いりと紹介している。動物園という故障は、ズロジクルガーデンスのわけで、これが初出という説がある。それまでは、金獣園と呼ばれていた。その後、全国の各地方都市に、動物園が開園したが、戦時中には、ほとんどの動物園が、 閉鎖状態となり、戦後に徐々に再開されていく。1970年代まで教育施設としても子供連れを中心に親しまれ、またこの頃は移動動物園も多かった。だが1980年代以降は旅暇活動の多様化や出生率の低下、少子化等の理由によって入場者が、現、閉園に至るそのも出た。そうした環境下で、 行動展示等によって成功した例の一つに、旭川市旭山動物園が挙げられている、収支を考えて疑問視する向きも一部にある。現代の動物園では、単に動物を研究用に収蔵するあるいは、市民の見せ物とすることへの批判が高まったこともあり、研究面では飼育下での繁殖などを通じて、野生個体群における種の保存への還元の目の基幹研究施設として、 市民社会向けには単なる珍獣の見せ物ではなく、動物の生態をより高度に学ぶことができる障害、教育施設としての充実が求められている。この一環として、公益社団法人日本動物園水族環境会では、国内外の動物園と連携して、動物の所有権を移動させることなく累大繁殖を行うためのブリーディングローン制度や種ごとに、血統管理を ウ繁殖計画を策定する種別調整者制度を導入している。その代表例が希少種を特定の動物園に集約し繁殖、展示する公益財団法人東京動物園協会によるズーストック計画である。また、展示面でも動物本来の動きを引き出す行動展示や生息地の自然環境を再現したランドスケープイマージョンを取り入れた生態展示。 夜行性の動物の活動中の状態を観察できるようにいるための夜間開園など、よりアピール度の高い活動が行われるようになっている。現在では様々な取り組みが身を結び、入園者数が増加しているそのもある。しかし多くの場合は、経営母体が都道府県や市町村といった地方自治体であり、近年では自治体の財政難から指定管理者制度導入したり、 実質上の民営化、展示動物数を減らしたり、運営費用の一部を市民や入園者からの寄付で賄ったりするなど、教育、研究施設として、依然厳しい状況であることに変わりはない。動物はストレスで、神経症的な行動を起こし、檻を行き来したり、頭を振ったり、糞を投げたりする。糞尿で足に感染症を生じる動物もいる。飼育員の中には、 動物の扱いが乱雑である者がいるという指摘がある。さらに、動物は自由や家族、自然を奪われ、長距離移動に耐えなければならず、近親交配もなされるという批判がある。また、野生ライオンを映像で見る方が展示されたライオンを見るより教育になるという指摘がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。